はい、金子めぐみの許しのおめぐみ。二度にわたる夫の不正を圧倒的な許す力で乗り越えた日本一の度量の大きい女、金子めぐみが人々の怒りを抑える許しの極意を伝授します。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。さて、今回の許せない話はこちらです。今回は新宿で出会った聖夜さん22歳、渋谷のクラブで出会ったカナダ人女性と国を越えた遠距離恋愛中とのことですが、まあ先生所会いに行って、3週間滞在のところをちょっと2週間目で家から出てけと言われて、マイナス30度の極寒のカナダに追い出されたっていう話ですね。バカ野郎。2週間はラブラブでした。まあそうですね、携帯を見られて、まあちょっと内緒で遊んでたりしたのがバレちゃってみたいな感じです。殴られたんですよ、拳で。家出てけって言われて、ですぐ荷物まとめて、僕英語喋れないんですよ全然。あれなことない、あ、もう歩いてる途中に全部消されちゃったんで、言ってたとか。だからもう俺本当にどうしようみたいな。歩いて4時間くらいですよ。許せないと思った。許せないですね。極寒の中外に追い出されちゃったのがちょっと。金子さん、この話許せると思いますか？どっちを許せ？もうこのタイトルはカナダからの拳です。うまい、うまい。これ追い出されたってあります？追い出されたとか。極寒ってね、いやでも私なんか彼氏の当時行ったら、知ってるタレントさんが私が先週洗ったジャージ着てて、あーこれとも付き合ってたのかっていうのある。洗った、まあ。よく知ってる人だったの、相手が。私がいつも着て、いつも私が洗ってるやつ着てるのかと思って。でも、それでパッと帰るのもなんだから、しばらく上がって3人で喋ったけどね。すごい、すごい。しかし今日これやるんだったらもう最初の中村支援さんのでよかったじゃないですか、もう。芝さんの？芝さんね。今一生懸命書いてますよ。ないですか、でも追い出されたというか。あるでしょう。追い出されたことはない。なぜそんなトゥルントゥルン。でも、逆に車。割と近年の話ですね、トゥルントゥルンになり始めたのは、はい、ドライブで男性が怒って助手席の女性を殺して走っちゃうみたいなのって現実にある山の中なのにとかね、人里いないとこなのにもう降りろとか、なんか映画とかだとね、なんか、まあそれにしてもね、英語も喋れないのにカナダ人女性と付き合えるその男性力はちょっとこのせいやさんなかなかのもんですよ。いやいや、それは多分あるんだと思いますよ。やっぱクラブで出会ってそこまで行くわけですからね。なんかね、やっぱりね、ヒゲの割に歯が異様に白かったんですよね、せいやさん。じゃあそれが気になっちゃった。かけたようなんで、はい、いいですか、めぐみさん。はい、うなぎのコメントが終わりました。癒しのおめぐみをお与えください。はい、そうね、見せますか、はい、ほらスカートもなんかさ、かわいいね。あら、ありがとうございます。はい、確かに不思議。さて、ということで本日のおめぐみはこちらです。性の喜びを味合わせてくれた彼女に感謝せよ。そうかも。生きてたんだと。今生きてます。はい。まあね、そもそも、私が思うに、この彼女の気持ち私すごくわかるんですよね。はい。なぜかというと、この極寒のマイナス30のところにですよ、彼を追い出したら、うん、それは、もしかしたら死ぬかもしれない。そうです。それ殺人罪を犯すことになるかもしれないくらいの覚悟で、外に、出した。それだけ彼女は彼のことが大好きなんですよ。純粋に好きなんですよ。だって殺人罪を問われるかもしれない。でも出したってことはそれだけ好きで、しかもショックだったんですよ。その写真だがね、その浮気をしたものを見た。うん、そんなピュアな気持ちで好きだった彼女の気持ちをですね、彼は分かってないから、もうとぼとぼと空港に行った。そうじゃない。あなたがすべきことはそこで、玄関の前で許してもらえるように待ち続けなきゃいけなかったのに、とぼとぼ帰っていっちゃったわけですよね。で、もしかしたらその時点で死んでるかもしれない。もう8割死んでたんですけど、今生きてることを考えれば、うん、今、まず生きていることの性の喜びを感じさせてくれてる彼女に感謝しなきゃいけないし、本来は、あなたがそんなことしなければ、純粋に好きでいてくれた彼女は、
こんな殺人罪を犯そうとすることまでしなかったはずです。はい、ということで、以上です。ああ、よかった。まあ、はい、でもこれ、深さん、男性からすると、携帯見る、ね、のも良くないですよね。そこは、まあだから、ね、クラブでナンパしまくるタイプだったんでしょうね、きっとね。有志のお恵みいかがでしたか？はい。いや、成人君主と思ってた来たんですよ、彼、ね。そうなんですよね。まあでもなんか、生きてたからよかったんじゃないですか。一つ確認したんですけど、このコーナー、はい、カメリハは参加されてます？カメリハはしてないですね。一回だけ参加してみてください。はい、なんでそう、心配になるね。そうでした。はい、ありがとうございました。有志のお恵みでした。では、メッセージご紹介できますか？はい。たくさん来ておりますよ。ありがとうございます。横浜の島子さん、ありがとうございます。はい、邦子さん、そのお洋服、とてもお似合いで素敵だ。ありがとうございます。いらなくなったらください。本当ですよね。青ピーさんです。通っていたジムに主みたいな親父がいて、女性の新会員が来ると 100% 寄っていて、エロエロコーチしてやがるので、パーソナルトレーナーの仕事、奪ってんじゃねえよと吐き捨ててから退会してやりました。寄ってく人いますね。鎌倉のおもろい夫婦さんですが、中村芝翫さんの不倫が健介さんの記録を更新してしまいましたね。そろそろ健介さんの出番でしょうか。その時には、公開版の許しのおめぐみをお願いいたします。ああ、いいですね。もうないとは思いますが。まあそうですよね、うん。あったら困るんですね。でもわからないですよね。やっぱり、スパン的にはそろそろ来るかもしれないっていう。怖い怖い。声の状態どうですか？私、また明日ちょっと夜公演なので、私が休みなんですよね。頑張ってくださいね。明日、誰がいらっしゃるんですか？ミツじゃないですか？すごいですね。ダブル MC。どうもすいませんでした。